気象庁によりますと、イオ島では去年から島の南部の沖合で小規模な噴火が相次いでいます。先月31日に南部の海を撮影した画像では、海面に突如黒い水柱が立ち上がるのが確認されています。マグマが噴出した影響とみられています。また、先月14日には付近の海岸に多数の噴石が漂着していたことも分かりました。 最も大きいものは1メートル50センチほどの岩だったということです。気象庁は陸地に加えて周辺海域でも噴火に警戒してほしいと呼びかけています。